夜道をレディ一人で帰らせる気？気がいかない子だわね。待って、あいで。すぐ近くだからいいのに。いやいや、今夜は花火大会なんだよね。うん、まあ俺は全然興味がない。ま、そう。ん？そういえば8月11日にさ、ストリートファイターリアルバトルオンフィルムが出るんだよね。知ってっか？バンダムがガイル役で出てる映画。その実写取り込みのスタッフ、プレステを貸してもらった今、プレステ版を買うかサターン版を買うか迷っててよ。矢口くん。あ、何？オフナさんとは付き合ってるの？え、付き合ってないけど。矢口くんは大野さんのことどう思ってるの？どう思ってる？好き？なんだよいきなり好きって。 あいつのゲームの腕とか姿勢はそのすげえ好きだけど、異性として。私は矢口くんのことが好き。テンカウントで終わる世界はモノクロだった。大好き。何も言わないで。何も言わないで、恥ずかしいから。俺のサターンで。ごめん矢口くん、ごめん。一方的なのは分かってる。矢口くんにとって大野さんが大きな存在だってのも分かってる。二人の関係は他人が入り込む余地がなさそうなのも分かる。それでも私は矢口くんのことが好き。こうなったら強硬手段。前々から言われてた矢口くんとの再戦、その勝負で矢口くんが勝ったら私はおとなしく引き下がる。でもし私が勝ったなら私と付き合って。